今日はこれから家でも簡単に作れる黒糖花巻きの作り方を紹介いたします。8個分作ります。薄力粉を 200g、 入れ物を変えて塩を 2g、 グラニュー糖を 12g、 ドライイーストを 3g、 こちらをこの粉に混ぜます。次にこちらの粉にレンジでちょっと温めたぬるま湯を3回ぐらいに分けて入れていきます。よくこねます。縁の粉もつけながらまとめていきます。さらにここまで来たら、ちょっと真ん中をくぼませて、サラダ油を少し少量入れます。そしてまたこねます。混ざったら、片栗粉を麺台の方に引いて、取り出した生地を混ぜます。縦に伸ばして、また90度。動かしてまた縦に伸ばす。気温にもよりますが50回から100回ぐらい、目安的には耳たぶの硬さぐらいまで、つやつやした感じになったら下の方に生地をまとめて、こんな感じにして一度ボウルの中に。こねた生地の上に固く絞った濡れ布巾を、夏場だと30分ぐらい、冬場だと1時間ぐらいを目安に、30分経ちました。こんな感じです。2倍近くに膨らんでます。軽く押してガス抜きをします。伸ばしていきます。粉を振ってくっつきにくくします。最初に長方形に少し成形しておくとやりやすいです。だいたい20センチかける30センチぐらいの大きさに伸ばします。油分が少ない場合は少しサラダ油を軽く塗ってから白ごまペーストを垂らしてやると広げやすいです。薄くまんべんなく、手前から巻いていくので一番上の方の端っこの方はあまり多く塗らなくても大丈夫です。次にこの上に黒糖を 35g まんべんなく乗っけてきます。これも手前から巻いていくのであまり奥の方には、上の方にはそんなにいっぱい入れなくて大丈夫です。全部乗っけたら手前から少しずつ巻いていきます。最初ちょっとめんどくさいですけど細かくちっちゃめに巻いてきます。そうすると出来上がりが綺麗になります。
ある程度巻けてきたら大雑把に巻いちゃっても大丈夫です。これで多少形を成形します。まず半分に切ります。これをまた半分。お箸にくっつかないように粉を塗ります。この切った2つを合わせてお箸で押し込みます。そうするとこのようなマーブル状の形になります。これを少しこうやって持ち上げると簡単な花巻きの形になります。もう一度やります。2つ重ねて真ん中をお箸で押し込みます。で、ここの部分端っこを少し伸ばして下でちょっと丸めます。応用編としましては、これをまず押し込みます。抜きます。で、ここまでは一緒。次はここの裏にお箸を当ててくっつけてひとひねりすると、さらにちょっと綺麗な形の花巻きになります。ひねりが加わります。もう一度やります。重ねて押し込んで抜いて少し丸めて裏にお箸を通して端と端をくっつけます。それでお箸を一回転させる、プロっぽい感じの花巻きになります。この成形したのをクッキングシートの上に一個ずつ乗せてきます。隣と隣が膨れるのでくっつかないように少し間隔を空けます。これをまた少し温かいところで蓋をして二次発酵させます。今15分ぐらい経って二次発酵が終わりました。二次発酵が終わった目安は割と表面がしっとりしてきます。このように二次発酵をさせないと綺麗に膨れ上がりません。その後沸いた鍋の上で強火で 12、3 分蒸します。完成です。